ほうきど博士、そこのモンスターボール、さっきは2個だったのになぜか3個に増えたんです。いやいや、1つはさっきアユナが捕まえたイーブイなんじゃ。アユナ自分で捕まえたのか。ごめんね、ちょっとお先に。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。やべ、え、待って、リアルの世界やんこれ、すげー。え、やば、かわいい。なに、 EV の鳴き声ってなんていいやんこれ、そのまんま V EV って言ったね今。え、かわいすぎるんだけど。はい、日本語でゲームを始めます。え、待って、私なんか全くよくわからん言語を選んだ。中国語？はい、日本語で。じゃ、ひらがな。はい。オッケー。目覚めたよ。大木戸博士！はじめまして。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前は大木戸。みんなからポケモン博士と慕われておるよ。もうなんかすごい懐かしいんですけど。この世界にはポケットモンスターと呼ばれる生き物たちが至る所に住んでいる。そのポケモンという生き物を人は可愛がったり勝負させたり、そして私はこのポケモンの研究をしているというわけだ。何この空間。では初めに君のことを教えてもらおう。君はどんな姿かな。え、すごい、なんか姿こんなにいろいろあるんや。ちょ待って、私女の子、なんかこれめっちゃオーラまとってない。え、めっちゃオーラまとってない。え、じゃあ私この光り輝いとる子にしようかな。はい、これで名前も教えてくれるかな。名前、はい、名前は当然のごとくアユナでいきます。あー、ゆうな、はい、オッケー。はい、ふん、君はアユナというんだな。はい、そうです。なんなんやろ、なんかテカっとるっていうか、これライバル？何？しげる？この男の子は君の隣に住む友達でライバルでもある。名前はなんていうのかな。でも見た目的にそれしげるっぽくないんよね。君のライバルの名前は。でも私の中で、こう、ポケモンでさ、ライバルって言ったらもう、しげるしかないわけよ。わかる？ちょっとみんな。わかる？ちょっとみんな。ってことで、私はちょっとしげるにしていこう。しげるこんな髪型じゃないよね。はい、オッケー。しげるでいいです。はい。もうちょっと髪の毛尖っとった気がする。うん、彼はしげるというのか。あ、かわいい。かわいい。この空間が何か分からんけど、アユナ、いよいよこれから君の物語の始まりだ。すげえ、画面の中に、夢と冒険とポケットモンスターの世界へ。レッツゴー。いいね。あ、画面の中入ってった。お。てかあれなんや、このポケモンの世界にも、スイッチがあるのね。いや、時代が進んでる。かわいい、かわいい、いいよ、いいよ。なんかあれ、EV の尻尾みたいな感じやね。あ、動かせる、動かせた。じゃあ、動かせるって言ってよ。任天堂スイッチでテレビと繋がってる。そしてさっき、この、多分ここから EV が出てきたんやと思うよね。この子 EV 大好きや、モフモフの EV ぬいぐるみだ。ちなみに、私、この、操作をさ、この、モンスターボールでやりよるわけよね。見える？このモンスターボールで、片手でずっと操作しようんやけど、めっちゃ、慣れるまでに時間がかかりそう。な感じ。しげるからメールが届いてる。あゆなへ、トレーナーの心得を教えるぞ。A ボタンでいろんな人に話しかけよう。A ボタンとは、A ボタンとは？スティックを大きく倒すと速く走れる。あ、そういう感じなんや。X ボタンのメニューでレポートを選べば冒険を記録できる。X ボタンってどれ？楽しみだな、しげる。
スボタンとは。そしてこれは、どうなんやろ。この方向でしか見れんのかな。あ、見れんのかな、もしかして。一方向な感じ。なんか飛び盛り的な感じで回転できんの部屋。世界にはどれくらいポケモンがいるのかな。まあ、でもポケモンって考えたらそっか、回転はできんか。めっちゃそこの絵が気になるんよね。あれ多分昔のポケモンのやつのドット絵のやつやろ、あのカレンダー。絶対そうやと思う。じゃあ、おろ。お？お邪魔しまーす。あ、なに？自分から訪ねてくる感じ？おーい、アイナ、上がるぞ。はい。アイナ、おはよう。あ、どうも。あ、表情豊か。どうした？不思議そうな顔して。俺、待たなくて迎えに来ちゃったんだ。いよいよ今日、俺たちついに、大木戸博士にポケモンをもらって、トレーナーになれるんだからな。そんな女の子の部屋にずかずか上がってはいけない。今すぐ行こうぜ。あ、でもその前に。ん？何？昨日アイナに送ったメール。まだ読んでなかったらチェックしといてくれよ。あ、読んだよ、ちゃんとさっき。うん、オッケー。じゃあ俺、大木戸博士の研究所で待ってるから。え、結局先に行くんならさ、意味なくない？何？何？一緒に行くとかじゃないんかい。あ、上がってった。どういう方向で持っとったらいいかもちょっといまいちよくわかってないよね。このモンスターボール。テレビで映画をやってる。おさげの女の子がレンガの道を歩いてる。私ももう行かなきゃ。行かなきゃ行かなきゃ。いろんなとこで、ね、調べたくなるよね。いろんな書記が綺麗に並んでいる。お母さん。お母さん色黒だね。さあ、大木戸博士のところに行ってらっしゃい。しげるくんが二人でポケモンもらえるように頼んでくれたんでしょ。あ、マジでそういう交渉があったんや。そういう交渉、なんか謎の草かと思った一瞬。おー。え、これは大木戸博士がおるってことはマサラタウンなの。あ、どうもどうも。どうもどうも。あー、すごい。なんかめっちゃ立体的やし。え、やばいね。マサラタウンなんかな。おー、マサラタウンや。ここはマサラタウン。マサラは真っ白、始まりの色。いや、ちょっと待って。うわ、すげえ、懐かしい。懐かしいしかない。私もポケモンを育ってるの。強くなればガードマンの代わりになるしね。なるほど。すごい、水がテッカテカやね。あ、どうも。科学の力ってすげえ。今はスマートフォンとゲーム機を連動させてデータを送れるんだと。うわ、すげえ、セリフも進化してる。科学の力ってすげえは昔から言おったけどね。で、大木戸博士のとこってどこ？これ？これかな？なんか、それっぽい感じするよね。いたいた。じゃあ、私の中のこの記憶はめちゃくちゃ曖昧なんで、曖昧なんで、懐かしいと言いつつも、いろいろと記憶は飛んでいる。あ、アイナ、大木戸博士いないんだ。俺たちがもらえるポケモンって、あそこのモンスターボールに入ってるやつかな？早く欲しいな。勝手に持って行っちゃえ。あ、すげえ、いっぱいある。なんか進化してます？もしや。不思議な機械の中にモンスターボールが並んでる。すごいな。なんかすごいさ、細かいところまでいろいろあるよね。あれ多分コラったやろ。影的に。これってことやろ？え、ってことは、これでは、私が EV で、しげるがピカチュウになるってことかな。ピカチュウはちょっと主人公のものじゃないんすか？調べれない。こっちから？真ん中が空いとるのめっちゃ違和感やね。モンスターボールだ。中にポケモンが入ってるぞ。ふ、取れないか。大木戸博士多分あれやろ。なんか、あれやろ。なんていうん。あれよ。ああ見えても大木戸博士はポケモンのオーソリティなの。博士を尊敬するポケモントレーナーも多いわよ。なるほど。多分フィールドワークに出てる。そう、フィールドワークが言いたかった。フィールドワークが言いたかったの。どっちやった？上の方向やったっけ？あ、おったおったおった。ポッポたちどうもありがとうよ。ポッポー。めっちゃ囲まれとる。おかげでお前たちのことがまた少し分かったぞ。お、研究？お、なんかあっちの方に。おう、アイナではないか。どうもどうも。そうじゃそうじゃ。今日はお前としげるにポケモンをあげるんじゃったな。早速研究所に。お、イーブイの声が聞こえてきた。ん？え、全然モンスターボール関係ないんや、かわいい。お、私
を探し求めていたのね。何いきなり戦闘すか。あ、野生のイビが飛び出してきた。こんなところまでイビが来るとは珍しい。せっかくだからポケモンを捕まえる練習をしてみよう。モンスターボールを投げてポケモンに当てて捕まえるんじゃ。あ、もうあれなん、戦闘っていうか、ミオは、え、何ポケモン GO みたいな感じってこと。ジョイコンを画面のボールに向けてまっすぐ持ってください。まっすぐ持ったら構えるで A ボタン。構える、構える。これで捕まえれるってことよね。構える。ジョイコンを振ってボールを投げます。え、これでも OK なんやろ。周りに気をつけて振りすぎに注意。あ、すげえ。え、めっちゃいいんやけど。え、超いいんやけど。あ、すごい。あ、ごめん、今なんかちょっと途中で切れてしまったけど、なんか泣き声鳴った。泣き声鳴って、あのなんかこうね、モンスターボールが揺れよるときに、なんか黄色の状態で捕まえたとき緑になった。ごめんね、それを画面に映してなかったけど。初めてにしては上出来じゃ。さあ、そのモンスターボールを拾って捕まえたイーブに名前を付けてあげなさい。おー、元気。なにあれやない。あの、本編のピカチュウパターンでモンスターボールが嫌いみたいな。なんという元気なやつじゃ。出てきそう。おー、出てくるよ。あ、え、そのまんま？まさかの？待て、待つんじゃ。表情をめっちゃなんか、微笑み浮かべてる。え、なんか一匹増えた？ここに来たってこと？ここに飛び乗ったってこと？大木戸博士。そこのモンスターボール、さっきは2個だったのになぜか3個に増えたんです。いやいや、一つはさっきアユナが捕まえたイーブイなんじゃ。アユナ自分で捕まえたのか？ごめんね、ちょっとお先に。はい。うわ、びっくりした。うわはは、なんだか面白いの。アユナよ、今度こそボールをしっかりと手に取ってやりなさい。はい。これ真ん中の子ってことかな？ってことは何？ 2 匹もらえるの私。そういうことじゃない。そういうことじゃない。だってもともともらえる予定やった子がおって、これは、これで別に私が捕まえたやつやろ？あ、かわいい。もう確実に超かわいい。はい、私が君のパートナーです。おー！感動。感動。めっちゃいいやん。どうもどうも。イーブイはアイナのポケモンになった。何かしら心が通じ合ったわけね。出たり入ったり変わったやつじゃの。しかしアイナのことを気に入っているようじゃな。アイナ、イーブイに名前をつけたらどうじゃ。あし、こういうポケモンとかにさ、名前つけていったことがないんよね。このままでいいよ。なんか後々こうね、よくわからんくなってくるっていうか、名前が。博士、俺はこいつに決めます。シゲルは大木戸からピカチュウをもらった。待って、なんかめっちゃなまった。シゲルは大木戸からピカチュウをもらった。え、じゃ、この子は？この子もくれるの、私に。モンスターボールだ。中にポケモンが入ってるぞ。くれないの？マジで？え、なに？なに？私だけなんか。え、どこ行った？え？あ、びっくりした。さっきの何？あ、どうも。イーブイはアイナの顔をじっと見てる。え、私だけなんか自分で捕まえさせられた感じ？かわいいなぁ。ピカチュウ欲しかったんだ。そうですか。はぁ、あ。え、これはこれで別でしょう。ね、ちょっと、博士。違うわ、君じゃねえ。博士。新米トレーナーが自分で初めてのポケモンを捕まえるとは。わしもこんなことは初めてぞ。いや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 。くれよ。ね、さっきからさ、このパチパチなるような何？で、これが欲しいんですけど、これ、中身何やったん？ちょっと。え、もらえねえ。え、つら。え、つら。なに、それだけ？それだけなんすか？いや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 、ないわ。え、なになになに？おい、ちょっと待ってくれい。トレーナーになったお前たちに一つ頼みがあるんじゃ。なんかまたパチってなったよね。あれ何？こいつを持って行ってくれ。ほいほい。ポケモン図鑑？ポケモン図鑑ですか？博士、何ですかそれ？わしが設計したポケモン図鑑じゃ。
見つかったポケモンデータが自動的に書き込まれてページが増えていくという大変ハイテクな道具なのじゃ。あゆな、しげる、これをお前たちに預ける。ほう。アイナは大木戸からポケモン図鑑をもらった。何も渡されてないけどね。ポケモンをただ見つけただけでは詳しいデータを手に入れることはできん。必ず捕まえなければならんのだ。この世界すべてのポケモンを記録した完璧な図鑑を作ること、それがわしの夢だった。しかしわしももうじじい、そこまで無理はできん。そこでお前たちにはわしの代わりに夢を果たしてほしいのじゃ。さあ二人とも早速出発してくれ。これはポケモンの歴史に残る偉大な仕事じゃ。ポケモン図鑑か。これからたくさんのポケモンと出会えるんだ。楽しみだな。俺すぐ行きます。アイナも自分のペースで焦らず来いよ。お、一歩リードしやがった。イーブイが出たり入ったりしよるってこと？何？ずっと出てるわけじゃないの？なんかもらい損ねたあのモンスターボール、めっちゃムカつくんですけど。何？なんで私だけ苦労して自分で捕まえさせられた？ねえ。ねえ。世界中に住んでるポケモンたちがアイナを待っておるぞ。そうっすか。ああ、そうっすか。くそー。ずるくない？しげるだけ。自分で捕まえることもせずに。あ、お母さん。わあ、かわいい。博士にいただいたのね。違うよ。自分で捕まえたの？すごいじゃない。なんて言えばいいの？そう、イーブイちゃんね。わあ、かわいい。わあ、すっごく元気。アイナたち、これから冒険出かけるのよね。こんな日が来ると思って用意しておいたの。お、アイナお母さんからタウンマップをもらった。アイナはタウンマップをバッグにしまった。バッグのタウンマップを見れば自分のいる場所がわかるからね。それじゃあ行ってらっしゃい。アイナ、イーブイちゃん。まあ、主人公のお母さんもあれよね、ちょっと、元とは違う感じの。いや、なんか同じマサラタウンからの出発って言っても、なんか色々と違う感じがする。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれはもう一つのモンスターボールの中身は永遠に明かされることはないんだろうか。Thank you.